でまずこのスタックがチャリオット33というアンプでですねえっ、ー、とこれはブリティッシュサウンドを意識してますで出力感が EL844 本使ってましてえっ、ー、と出力は3 3ト。でスピーカーはセレッションブルーとあとヴィンテージ30の,あの違ったものを組み合わせて入れてますでボーディーズの ジムが使ってるアンプもこの内容的にはこれですね。割とそうですね、ボックスのアンプをもっと突き詰めた感じですね。で、まあ、コントロールはボリュームと、あの、モードとトーン。あと、これはまあ、ラインアウトなんで、あんまり関係ないんですけど、すごいシンプルな設計になってます。で、えっ、ー、と、 次がですね、これは同じ外装なんですけどもさっきとは正反対のアメリカンサウンドですね。でまあ僕なんかはこれが一番自分自身として見たら一番ストレートで使いやすいかなというあのクリーンからあの割と激しいクランチまで、えー、とサウンドは作れるんで出力は 50W です。 でえー、とそれのもうちょっと小さいサイズ、えー、これがジュエルの 20R というやつでこれはリバーブもついてますでこれは出力的にはまあ2 0トぐらい出力は 6V6 を使ってるんでまあデラックスリバーブみたいなぐらいだと思ってくれればいいですでこれはですねえっ、ー、と もともとこのアンプについてるスピーカーっていうのは国産のアルニコスピーカーがついてるんですけどもあの日本製のアルニコスピーカーって60年代のっていうのは非常にいい音がするんですよ。あの,ジェンセンのアルニコに近い感じですかねそれなんで、えー、とわざわざ入れ替えずに、えー、とそのまま使う場合もあります。 でえー、とこれがですね、えー、とチャリオット 50R というやつで、でこれは僕があの普段ライブでもメインに使っているアンプです。でえー、とこれはこう表はボリュームしかないんだけども、えーと、裏にトーンコントロール、リバーブとかこういうついてるんですよ。でこれは えと70年代にこう新鋭が出したフライングモニターっていうのの外装をそのまま使ってます中身はもう全部違うんですけども、あのー、非常にこのね厚さがこれしかなくてスピーカーもアルミこを入れるともうギリギリですねでまあこのコンパクトさがとにかく僕は気に入っていて中身はもうぎっちりぎっちりにもうパーツを詰め込むしかないんですけどもあのー まあこれは割とミッドレンジがこう粘っこくあのすごい太い音がするタイプですかねこれはだからえっ、ー、とアメリカっぽいとかイギリスっぽいとかそういう感じではないですね僕が大好きな感じそういう感じですでこれはえっ、ー、と50ワットですねで50ワットあれば えと僕のアンプだったらアンサンブルの中だったらマーシルの 100W よりもでかい感じに聞こえると思いますもちろんホールでもどこでもドームでも多分そのまま使えますワット数はねえっ、ー、と結局どのくらいそのアンサンブルの中で出るかっていうのの問題だから 100W だからあのでかくてもうかき消されちゃう 言えばかき消されちゃうし本当にギターがこうアンサンブルの中で受け持つポイントがゴンって出てれば 50W だったらもうどこでも大丈夫です。